どうも皆さん、おはようございます。今回はこのホンダシビックタイプ R FL5 を借りまして、朝の新東名を突っ走っていこうと思います。この駿河湾沼津サービスエリアから足柄サービスエリアまでおよそ28キロの道のりをこの FL5 で突っ走っていこうと思います。僕個人的にちょっとこの FL5 で新東名走ってみたかったです。ちょっと個人的な感想なんですが、それじゃあちょっと突っ走っていきましょうか。レッツゴー。よろしく。ちょっとこれ駐車場逆向きで頭から入れてるから、ちょっとあんまあれなんですよね。さてうまく出れるか。ちょうどバックカメラだな。
どうもありがとうね。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録、みんな待ってますよ。